ゆうかわすです。今日はですね、円安の最新情報をお届けしてみたいと思います。前回円安の情報をアップデートしたのがですね、4月なんですけども、たかだか3ヶ月でですね、動画ができるほどネタが溜まるブランドってのもそう多くないですよね。ということでですね、2019年夏の円安アップデートです。まずは何と言ってもこのニュースです。日本では円安のウクレレはアマゾン、あるいはアリ特急で買うしかありませんよね。実物を見たり試走したりできるショップがありませんでした。このほどですね、東京は調布市にあるウクレレカフェのホロホロカフェさんがですね、日本で初めてのエンヤウクレレアンバサダーカフェとして認定されたんです。要はですね、エンヤのウクレレが置いてあるカフェなんですよね。こちらはですね、ホロホロカフェさんのインスタグラムなんですけれども、エンヤのウクレレがこうずらっと揃っててですね、カフェで試奏したり、オープンマイクで演奏したりできるそうですよ。で、これがですね、2019年の7月中旬からということなので、この動画公開時点ではまだほやほやですね。で、円安の機材が気にはなってるんだけども、やっぱり実物を触ってみたいっていう方は多いんじゃないかと思います。で、関東の方でしたら、ホロホロカフェさんに伺ってみるのもいいんじゃないでしょうか。電車だと京王線の、国領駅が最寄り駅ですね。説明欄に、ホロホロカフェさんのインスタとサイトの URL 貼っておきますので、ぜひどうぞ。日本の Amazon の品揃えについてのアップデート、いくつかあります。まずこちらですね。EUC25DBU というモデルになります。25D のカラーバリエーションになりますね。もともとこういうマホガニーのちょっと明るめのカラーのものなんですけども、それのブルーカラーという位置づけですね。写真で見る限りですね、かなり発色のいいブルーですね。オーシャンブルーっていう感じでしょうか。で、25D はですね、もともと、サテン塗装の機材なんですけれども、この 25DBU も、サテンの仕上げになってますね。はい、こんな感じです。で、楽器としての構造はですね、25D 踏襲してますので、マホガニ単板トップに、バックアンドサイドがマホガニの合板ですね。で、発想がですね、円安の発想になるんですね。中国発想になりますんで、受け取りには少し、そうですね、1週間ぐらいかかっちゃうと思うんですけれども、円安の梱包はすごくしっかりしているので安心できると思います。送料が1980円ってことなので、送料を含めると1万円少し超えちゃいます。で、中華レールとしては少々お高めではありますけれども、やっぱりどこにでもあるような平凡なウクレレじゃ面白くないじゃないですか。オーシャンブルーですよ。いいじゃないですか。続きましてですね、リバイバルのモデルですね。こちらになります。円安にはですね、70シリーズっていうラインナップがあります。コア合板のモデルで、以前はカカブランドだったやつですね。で、当時70シリーズは4タイプあったんですよ。ソプラノ、コンサート、テナー、そして、パイナポーですね。で、商標騒動以降ですね、しばらくパイナポーは棚落ちしてたんですけれども、この度戻ってまいりました、ということですね。仕様も最新仕様に改められてますね。ソプラノですと、こう、スネオくんヘッドなんですけれども、パイナポーは3ポインテッドヘッドになってますよね。で、ヘッドのロゴがですね、エンヤの新しいロゴマークの印泥になってます。それと、指板及びブリッジがリッチライト素材っていうことで、最新のエンヤの注意機種に共通の仕様になってますね。で、価格なんですけれども、9500円ということで、こちらも中国発送になりまして、送料がかかります。1915円。配送料がかかります。で、アリ特急だったら送料無料かもしれないんで、アリ特急検索してみたんですけれども、残念ながら70シリーズはコンサートとテナーしか置いてなかったですね。ちなみに Amazon 全体で見た時もですね、パイナップル型のラインナップはすごく少ないので、70シリーズのパイナポーモデルのリバイバルは、まあ、すごく嬉しいですね。で、3つ目に行く前にですね、アリ特急を除いてたら、カカの新モデルが掲載されてたので、急遽紹介してみますね。こちらになります。いきなり指板の印泥から来てますけども、カカの 30D っていうモデルになります。カカ KUC30D。テナですと KUT30D ですね。指板全面にですね、ドバーンとこう印泥が入ったモデルになりますね。で、ネーミングから想像できるようにですね、仕様的には 25D に近いんですよね。で、マホガニ単板トップに、サイド&バックがマホガニの合板。ヘッドはですね、ダブルスロテッドになってまして、これ 25D と違う点ですね。ここだけマッドっぽい感じですね。
で、この芝印例なんですけども、フラワー&バードパターンっていうことで、梅に鳥でしょうかね。これの方が大きいですかね。梅は梅っぽいんですけど、鳥はウグイスではなさそうですね。尻尾が長いんで。謎の鳥です。中国にいるのかもしれません。素材はおそらくこれメイプルだと思います。着色してる部分もありそうですけどね。あまりウクレレの印例には選ばれない図案かなとは思います。ただこれはこれで好みなので、いいと思うんですけども、この図案を使うんだったら、このサウンドホールのロゼッタは、せめてパール街のシングルリングにするとか、こうバランスを考えられなかったのかなと、ちょっと思ったりします。このロゼッタ自体もですね、図案自体は悪くないんですよ。悪くないんですけども、この図案からイメージされるのって、アメリカ大陸な感じじゃないですか。なんとなく、ハワイ、あるいは中南米っていう感じかもしれません。梅とウグイスとはちょっと折り合いが良くない感じが個人的にはしています。さすがにね。 30D の価格がですね、コンサートが 12,903円、テナーが 14,805円、送料は無料になってます。価格的には 25D と MAD の中間にあたる価格になってますね。ということでちょっと寄り道しましたけれども、日本の Amazon のラインナップチェックに戻っていきましょうか。エンヤでオールマホガニー単板のモデルといえば M6 と MAD ありますけども、MAD のバリエーションモデルが出てましたのでご紹介しますね。こちらです。エンヤ EUC MAD DR ですね。コンサートです。テナーは型番が EUT MAD DR ですね。普通の MAD と違うのは2点あって、まず目につくのは指板インデですね。こんな感じでかなり豪華なインデが入ってます。だから 30D でもド派手な感じでしたけども、 MAD のこの DR のインデーはパール貝とアバロン貝が使われてますね。高級感があります。で、図案はですね、白い気境なんですかね。ただちょっとわかりません。花のデザインではあるんですけども、まあデザイン的に若干浮世離れした SF チックな印象も受けますかね。で、開いた花のセンターに黄色のカラーが入ってて、これがちょっとアクセントになってるかなというふうに思います。全体的にはインデーが入った見た目から女性向けという印象もちょっと受けますかね。トーン自体はね、これブラックっていうボディカラーなので、かなり男性的なイメージもするんですけれども、インデーから醸し出される雰囲気としては女性向けな、まあ、機材なのかなという印象を受けました。もう一つの違いはですね、サウンドホールのロゼッタですね。マッドだともともとアバロン街で黒いパフリング。つまり縁取りが入ってますけれども、この MAD DR はですね、パール街のシングルリングでパフリングなし、縁取りなしのデザインになってます。これ M6 と同じ仕様なんですよね。こんな感じで、で、このロゼッタのデザインもですね、繊細なイメージで、女性的な印象を生む一つのポイントかなというふうに思います。で、ボディカラーなんですけれども、商品写真だとブラックっていうよりはそのダークブラウンとか、あるいはアッシュブラウンに見えるかと思います。このカラー自体は MAD にも M6 にも用意されているカラーなので、特別なカラーではないんですけれども、商品説明に書いてある文章を見ますとですね、ちょっとなんか違うことを書いてあるんですね。塗装の回数を増やしているようです。18日間で26回塗装をしますとか、まあ、そういうことが書いてありますね。それだけ聞くとなんかすごいなって感じなんですけども、おそらく塗装の工程もですね、自動化や機械化が進んできてるんだと思います。まあ、少なくともですね、薄い塗装をこう数多く重ねていくと、塗装そのものの品質感、あるいは仕上がりっていうのは格段に上がってきますから、まあ、そういったこだわりを持って製品を作ってるっていうのがわかると、まあ、物語感があっていいですよね。次これですね。エンヤの T2 です。特徴的なサウンドホールのシェイプ、オールフレームメイプル単板ボディ、サイドホールも開いてますね。で、T2 っていうモデルはですね、随分前からあるモデルなんですよね。T5 の紹介ビデオを、Mac さんからお借りして僕ので作ったのが2015年だったと思うんですけども、その頃 T2 すでにあったんです。タオバオなんかでもですね、たまに見かけましたけれども、仕様が更新されてなくて古かったんですよね。最新のエンヤの、まあ、デザインセオリーに沿ってなかったりとか、まあ、いろんなとこが古かったんです。それがコンセプトはそのままにですね、最新のエンヤのこうプロトコルに沿った仕様やパーツに刷新されてますね。例えば BT ネック、例えばアシンメトリーヘッド、で、他の上位モデルと共通のシェイプのブリッジデザインなんかですかね。で、サイドホールもですね、昔のモデルではついてなか
たと確か記憶してます。うん。新しく付け加えた仕様じゃないかなと思うんですね。シバントブリッジはですね、エボニーが使われてますね。それとこのボディ周囲のですね、ホワイトセルロイドのバインディングですか。うん。これ指板の両サイドにも入ってましてですね、デザインアクセントになってますよね。よりギターっぽい印象になりますし、特にこうレッドのモデル、うん、白のバインディングがすごく映えますよね。かなりかっこいいです。フレームメイプルも、サウンドホールの形状もやんちゃな感じで、他人と違う一本が欲しいって人にはぴったりかもしれませんね。価格はそこそこお高めです。コンサートサイズで58,000円。テナーで、これちょっとね、カラーで値段が随分違うんですけども、まあ、65,000円、あるいは81,000円ってことなので、中華レレとは思えない、ちょっと価格レンジに入ってますので、まあ、買える人はおそらく限られてくる。まあ、欲しいなと思うかどうかは別にして、買える人は限られてくるかもしれません。ただやっぱり、オンリーワンが欲しいなと思う方には、かなりアピールする機材じゃないかなというふうには思いますね。さて、じゃあですね、Amazon の商品情報アップデートから一旦離れてみましょうか。エンヤのウェブサイトがリニューアルされましたね。こちらです。URL も変わってますんで、説明欄の方に載せときますね。で、エンヤがですね、アメリカのヒューストンにオフィスを構えたっていう件は少し前にツイッターでもつぶやいたんですけれども、アメリカでの販売にこう本腰を入れてきたようですね。ウェブサイトも完全にアメリカナイズされたものになってます。で、キャンペーンもですね、アメリカ国内に対する内容になってますね。ちなみに、エンヤの新しいサイトはですね、メールアドレスを登録しておくと、まあ、最新情報を送ってもらえるので、エンヤ好きの方は、ぜひサブスクライブしてみてはいかがでしょうかと。これがですね、メール登録後に届くサンキューメールなんですけども、さらっとすごいことが書いてあって、ちょっと紹介しますね。この部分なんですけれども、要約するとですね、ウクレレを月に1万本以上、ギターを月に6000本以上制作しており、単一のウクレレブランドとしては世界ナンバーワンです。2018年には15万本以上のウクレレを販売しました。だそうです。びっくりですね。少なくともアメリカナンバーワンのウクレレブランドはこれまでカラーだったわけですけれども、まあ、今も多分そうだと思うんですね。エンヤ自体の知名度がカラーほどまだ高くないんで、アメリカの国内ではカラー以上にはまだ売れてないと思うんですけれども、エンヤ及びカカのブランドはですね、中国の市場でナンバーワンですから、世界で見るとナンバーワンっていうことになるんでしょうね。まあ、いずれにしろとにかくすごいのはですね、販売本数ですよ。1メーカーの販売本数が15万本。相当すごいと思いますね。中国のウクレレブームは、まあ、半端ないんだろうな、というふうに思います。このあたりはいずれデータを集めてですね、分析してみたいな、というふうに思います。ここからですね、アメリカで展開しているウクレレ21プロダクトってことですね。こんな感じで。パイナポありますね。うん、他にもギターあとカリンバ桜のインレイが入ったやついいですよね。こんな感じでアメリカで展開しているウクレレギターカリンバの商品ですね。美しいページレイアウトで眺めることができるようになりましたね。これサイトのデザイン見ればわかるようにですね、ここから直接ウクレレをオーダーすることもできるんです。で、シッピングコストはですね、無料になってるんですけども、これアメリカ国内のみなんですね。で、日本からもオーダー可能です。ですけれども、送料が普通にかかっちゃうんですよね。ちょっと試しにやってみました。パイナポーを選択してですね、ここからチェックアウト。っていうふうに進んでいくとですね、こんな感じで85ドル。かかるんですね。74ドルのウクレレを買うのに85ドルかかるということになります。85ドルって金額自体はですね、アメリカからの送料としては至って普通の金額なんですけれども、まあ、日本円で1万円ってぶっちゃけ安くないじゃないですか、うん、なのであえてエンヤのサイトから直接ウクレレを買う必要はないですよね、うん、日本のアマゾンかあるいはアリ特急で買えば OK だと思います。でですね、実はエンヤのサイト紹介したのはこれを見せたかったわけじゃなくて、で近々エンヤがですね、発売を開始するモデルがあるんですよ。それがこちらになります。ノバ U あるいはノバウクレレというモデルですね。これはオールカーボンファイバーコンポジットの樹脂製ウクレレです。要するにプラスチックのウクレレなんですよ、うん、
で、ボディシェイプはもうこれ見た感じ、若い人はわかる。モロ、レスポールですよね。うん。サウンドホールに、エンヤの新しいロゴマークのデザインが彫り込まれてます。で、この角度からだとわからないんですけども、ボディ向かって左側にサイドホールが開けられてます。で、このシリーズはですね、画像で見る限り、ボディの厚みが薄いデザインになってまして、いわゆる薄レレの仕様になってます。ボディが薄いんで、より一層ギターっぽいプロポーションになってて、ユーカース的には好みだなと思いますね。で、ホームページにはですね、あまり細かく詳しい情報出てないんですよ。で、彼らは、今インスタグラムでいろいろプロモーションかけてて、インスタグラムの方がエンヤに関する情報のアップデートは早いですし、たくさん、出てます。で、この機材に関する詳しいことはですね、7月28日、この動画を撮ってる時点ではオープンになってませんので、一部推測入りますけれども、サイズはコンサートとテナーの2サイズ、ボディカラーは黒、白、およびパステルピンク、パステルブルー、そしてパステルオレンジの5色ですね。うん。で、指板とフレットは一体成形になってます。ボディエンドとボディの向かって左肩にエンドピンが入ってますね。といったところでしょうか。で、先ほども申し上げましたけれども、エンヤはインスタグラムを情報発信チャンネルとして熱心に活用してますけれども、現在ですね、ノバウクレレのプレゼントキャンペーンやってます。発売価格を予想してコメント欄に書き込めば、一番最初に正しい金額を書いた人に1本プレゼントするということでした。私も応募しておきました。うん。今からでも間に合うかもしれませんので、説明欄にはインスタグラムの記事の URL 載せておきますね。例えば200ドルだと思えば、ダラー200と書いておけば OK です。うん。その申し入れの金額が、世界で初めて当てた人だったらあなたに当たるかもしれません。やっぱりこの完全に新しいウクレレってことになりますと、出音が気になりますよね。うん。で、インスタグラムの応募ができる記事にはアダム・クリストファーさんのデモ演奏もアップされてますけれども、その動画のサウンドはですね、ちょっとイコライジングされてるので、ウクレレ自体の生音ではないと思いますけれども、聞いた感じだと少なくとも木材っぽくない出音だなという感じでした。で、ついでにということで、ノバシリーズはですね、ギターも新登場する予定なんですね。それがこちらですね。ノバギター、あるいはノバ G と呼ばれてますね。サウンドホールもですね、ごく普通の丸い形ですし、フレットも金属フレットです。ということで、てんこ盛りでエンヤの最新情報をお届けしてまいりましたけれども、ノバ U はやっぱり気になりますよね。なので、販売されたら、私の方では手に入れようというふうに思ってますので、ぜひデビューしていきたいと思います。お楽しみにしていていただければというふうに思います。以上になります。ご視聴ありがとうございました。